皆さん、こんにちは。こんにちは。知識情報概論の担当します、伊田と申します。今日はまあ第1回目ということで、まあ、軽くイントロダクションをして、終わりたいと思います。まあ、知識情報概論をまあやる前にですね、まあ、この知識情報図書館学類のまあ位置づけというか概略というかを説明しつつ、その上でこの知識情報概論というのがまあどういうような話をするのかというのをまあ説明したいと思います。まあこの辺おさらいになりますけども、情報学群というのは3つの学類からなっています。情報科学類、情報メディア創生学類、それから知識情報図書館学類ですね。皆さんも受験するときにはこの3つの学類をの違いというのを割とまあ気にしながら受験したと思うんですけども、まあ、改めて違いを見ていくと、まあ、簡単に言うとこんな感じになるんじゃないかと思います。情報科学類というのは、情報技術ですね、中心にあるので、まあ、キーワードとしてはプログラミング、数学的手法、コンピューターの仕組みですね。で、情報メディア創生学類というのは、コンテンツというのがまあ大きなキーワードになっていて、あとはネットワーク、ネットワークメディアみたいなものがキーワードになります。そして我々知識情報図書館学類ノートにはキーワードとして、大きなところが上がるのは分離融合。それから、知識情報図書館学類、記録を介した知識共有ですね。これがまあキーワードとしての、違いになります。で、だけども、全くバラバラというわけではもちろんありません。同じ情報学群なので、共通項があります。で、共通項がある中で違いもあるよということです。で、それを示したのが、この図ですね。で、この真ん中にある、ものですね。これ、そうか、ここでペンを使えばいいんですね。ここの真ん中、色がいまいちだな。この真ん中、見にくいか。太くしたらどうですか？色はどれだっけ？フォーマーか。この真ん中にあるのが、いわゆる情報学群で共通している、まあ、大きな、ものとなっています。つまり、まあ、どの学類もですね、インターネットっていうのは必ず絡んでくるし、データベースっていうのも必ず絡んでくるし、まあ、広い意味での情報検索っていうのも、絡んでくるということ。で、それぞれの学類からこうやって線が伸びてるんですけども、それがまあ関係する、キーワードということで、この線が太いほど、そのキーワードと関係が深いということですね。で、細いほど、それほどその学類では、授業としても重視してないということになります。例えば、この情報科学類というのは、コンピューター開発というのに、大きな、まあ、太い線が引かれています。同様に数学、プログラミングとかシステムというのが情報科学類にとっては非常に、重視した、まあ、授業がされているということですね。で、情報メディア創生学類ももちろんコンピューターの開発とか数学もやるんですが、数学は相当情報科学類並みに、太い線が結ばれています。で、このコンテンツ作成に、まあ、重きが置かれています。あとはこの認知科学とかですね、いうあたりですも、重視されているということです。で、知識情報図書館学類は、プログラミングですね、プログラミングとかシステムももちろんやりますが、情報科学類や創生に比べると、まあ、やや、薄いというか細いということです。で、その代わりに例えば分離融合ですから、社会と文化であるとか、情報行動というものに、まあ、太い線が開かれ、それから哲学とか知識論ですね。このあたりにも、比較的太い線が開かれ。そして何といっても、まあ目立つキーワードですけども、図書館ですね。まあこの辺の図書館とか資料保存は情報メディア創生学類とか情報科学類とか全くやってないので、ここには線が引かれていないということになります、ね。で、このあたりが、三学類の、まあ、違いということになります。さて、知識情報図書館学類ということで、まあ、学問としては、知識情報学ということを、まあ、謳っているわけです。ただ、あまり聞き慣れない言葉だと思いますね。この線消しておきましょうか。
これは、コメントのところで、消去すべての動画にしようとね。はい。まあ、伝統的な学問としては、まあ、そこにあるように、文学、哲学、法学、経済学、社会学、歴史学、教育学、ここにあると。で、右側が、理系的な科目で、数学、物理学、科学、地学、生物学というふうにあるわけですね。だこの辺は非常に伝統的な、学問であり、まあ歴史も長いし、まあ一般的にもどういう学問かっていうのはすぐにわかると思います。で、一方で知識情報学っていうのは、学問として成立しているかどうかすらもちょっと微妙なところでありますが、まあその図書館情報学っていうのは学問として成立しているので、まあ図書館情報学からの流れということに言えます。で、まあいろんな学問があるんですけども、学問というのは、よいしょ。それぞれの、まあ、目的と、それから固有の手法というのがあるのが一般的です。で、ここに書いているのは、まあ、目的なんですけども、例えば経済学はどんなことを目的としているかというと、まあ、有限の資源をどのように交換すれば、個人または社会の中で価値が生じるか、みたいなことを、まあ、定義しています。まあ、学問の定義っていうのは、大体難しいんですけどね。それから医学、まあ、これなんかわかりやすいですよね。生体の、まあ、構造や機能について探究考察する、ことで、まあ、病気を治す、健康であることを目指す。まあ、今このコロナのご時世ですから、この医学っていうのは、まあ、非常に重要であるというか、この先どうなるんでしょうね、みたいな話ですが。それから生物学。これはまあちょっと今でもまあ流行ってはいますけども、まあ、生物学というと高校レベルの生物学だと、例えばこの植物とか、まあ、動物とかね、そういうその形態的なものが多いんですけど、学問としてはもっと本質的なことがありまして、要はその生命現象ですね。生命、動物、生物、植物ですね。生物としてはどういうようなその生命として活動しているのかどうかっていうことをまあ解明するということですね。非常に形態的なところから始まって、まあ、遺伝子レベルですね、ところまでやるというまあ学問で、まあそうですね。20世紀の終わりぐらいから急速に発展してきた学問とも言います。それから農学。これはですね、知識情報学とある意味で似てるんですね。まあどこが似てるかというと、いわゆるいろんなその、まあ分野、なんだっけ。分離融合じゃなくて、そうそう、学際的。学際的という意味で、この農学というのは言えます。だから農学というのはあまり最近では言わないかもしれなくて、筑波大学でもその農学類ではなくて、生物資源学類というように、生物資源という言い方を最近はするようですね。で、農学生物資源といったときには、実は、そこにあるように、まあ、植物学とか、微生物学みたいなもの、そういう理系的なものもあれば、農業の経営であるとか、あるいは緑地工学であるとか、農村の計画でいうようにあるように、まあ、その文系的なもの、あるいは経営学的なものとか、そういうものを含むんですね。だから非常にその分離融合に近いというか、非常に広い、まあ、多種多様な、内容をカバーするというものですね。だからそこにあるように、一方で顕微鏡を眺め、一方でキュウリの値段に悩むというのが、まあ、生物。だけども、どれも、まあ、農学、もしくは生物資源学ということで、まあ、理解できるということです。で、知識情報学もこれに近くって、その文系的なものですね、そもそもその知識とは何かとか、情報とは何か、というのがある一方で、そのコンピューターで、機械学習であるとか、人工知能がどうしたとか、いうような、その数値計算であるとか、そういうものも含むと。でも、それも、まあ、広い意味では、情報学、図書館情報学として捉えられるということが言えます。で、知識情報学の目的というのはじゃあ何かというと、これはそこにあるように、記録を介した知識共有現象の解明というふうに、まあ、言えると思います。つまり、まあ、知識、情報というのは、まあ、ある意味でちょっとメタ的な要素を含んでいて、どんなものにもですね、知識と情報はついて回るわけですね。文学に関しても知識と情報はついて回るし、物理学、化学についても、知識と情報は、
ついて回るわけで、そういう意味ではその知識と情報は、どんなものにもついてくるというようなことは、まあ、言えると思うんですね。なのでだけど一つ言えるのは、我々はやっぱりこう、生まれた時から死ぬ時までだんだんその知識というものと、まあ、切っても切り離せない関係にあると。まさしくおぎゃーって生まれた時から死ぬ時まで我々の頭の中はもう知識知識知識で、詰まっているわけです。そしてこういうふうにその今現代我々が生きているまさにこの瞬間の、知識というものの現象もあればですね、記録を介したというようにあるように、100年前、200年前、1000年前、2000年前の知識が伝わっている。でそれはどうやって伝わっているかというと、記録されているからこそ伝わっているということですね。これが全く、記録されていない、記録メディアがないとか、あるいは、言葉がないとかですね。そういうものがあると、知識はですね、未来に伝わっていかないということになります。例えば、縄文時代とか、弥生時代にも多分、生きていて、そこにいろんな知識というものがあったはずなんですが、まあ、縄文時代の、まあ、日本のですね、縄文時代には、言葉っていうものがなかったと現在では、認識されているので、縄文時代における様子が全くわからない。だけどだんだんと、中国から、まあ、漢字を取り入れて日本語というものが、整備されていて、そしてそれが記録されていくということによって、まあ飛鳥時代であるとか奈良時代の、まあ、知識が我々のところに伝わる。このように我々のこの知識がこう共有、伝達されていくというものは、どういうふうに捉えればいいのかというのが、この知識情報学の目的であるということが言えます。で、それを我々は大きくこの知識情報空間というものとして捉えようと思っています。で、この知識情報空間には、大きく、まあ、2つの空間がさらにありまして、左側の緑の知識空間と、右側の青の、まあ、楕円形でくくった情報資源空間というのに、まあ、対別されると。で、左側、緑の方の知識空間というのは、いわゆる頭の中にある知識だというふうに思ってください。そして右側の青っていうのは記録された知識であるということです。つまり知識はどこにあるのか、知識は何って聞いたときに、多分この2つに対別されると思うんですね。知識どこにあるのって言ったら、多分典型的には頭の中にあります。人が持っています。っていうのが一つの答え。もう一つは、まあどちらかというと、こっちを答える人も多いかもしれないんですが、特に小学校に入ってからは、この記録された知識、つまり教科書ですね。教科書をもとに、とにかく皆さんは勉強してきたわけです。小学校、中学校、高校というように、この記録されたいろんな参考書、教科書、あるいは先生が配るいろんなプリントをですね、ああいうその記録されたものから、学んでいくということです。だから知識というのは頭の中にある、あるいは外に記録されてあるというふうに捉えるということができる。で、この2つは独立しているわけではなくて、真ん中にある赤い楕円形で示してあって、相互作用が起きると。頭の中の知識と記録された知識が相互作用を起こして一つの知識の現象、知識共有の現象、知識の伝達の現象というものが起こっているだろうというふうに捉えることができます。まあ、例えばこれちょっと前まで皆さんが、まあ、高校生、まあ、小中高ではこんな場面だったと思うんですけれども、ここでも知識共有の現象、知識の伝達という現象がまあ、起きているわけですね。先生が、まあ、こうやって喋っているわけなんですけども、これ人が持つ知識ですね。先生が持っている人が持つ知識、それから記録された知識があって、ここで知識共有現象が起きています。これですね、まあ、昔のスライドなので、平清盛の大河ドラマ、いつだっけ2013年だっけか、なんかそのことだと思いますが、平清盛というのは武士として最初に来るようにあったんだよっていうのを、まあ、歴史の授業で先生が教えるとですね、それが喋った途端に、それがですね、このようにピヨーンとですね、もう違うんですか、
ピヨーンとですね、皆さんに、知識が伝達されているわけですね。だけど、一見こう、ピヨーンとですね、されているように見えるんですが、まあ皆さんもご存じの通り、時々聞いてないことがあるんですね。この辺の女の子は割となんか聞いてる風ですけど、この辺の男の子はちょっとね、ボケーとしてる感じがする。ごめんか、わからない。ますが、まあ、知識がこうね、同時に伝達しているように見えて、されてないこともあると。まあでも、されたことにしましょうね。平清盛は武士として最初に供養になったんだよというと、この瞬間に、先生の頭の中の知識がですね、この高校生の、まあ、学生の生徒の頭の中に、こう、知識が伝達されたはずです。その結果、ここの教室、もしくはこの学生の、頭の中ではですね、平清盛は武士として最初に供養になったんだ、という知識が、この、まあ、教室の場において、共有されたということになるわけですね。最も単純な知識共有現象としてはこんな感じであるよということです。で、それだけではなくて、まあ、先生の話を聞くだけではなくて、同時にこの教科書ですね。教科書に書いてあることも、から知識を学ぶということもあって、今言ったようにこう頭の中からの伝達と、それから記録されたものですね。教科書から知識を得ると。この辺がまあ相互作用としてまあ起きていくわけですね。まあ、ここではそのコミュニケーションであるとかですね、まあ、後に知識情報概論の中でいろんな話をするんですが、記号の話であるとか、コミュニケーションの話であるとか、テキストの話であるとか、ドキュメントの話であるとか、あるいはそのコンピューターですね。まあ今だったら皆さんスマホを持っていると思いますが、まあスマホとかインターネットっていうのも知識を伝達したり、知識を得るための、まあ手段ですね。だからその辺からも、知識情報学の守備範囲になるよということです。で、まあその他図書館と、まあちょっとネットと絡んでみると、まあ、人が持つ知識がですね、こう図書館というのは記録された知識の、いわば集積式ですから、人が持つ知識が、一旦記録された知識を介して、また、右側の人に伝わっていくと。だから図書館を介して、社会の、まあ、その記憶装置としての図書館を介して、知識がこう伝達されていくと見ることが、まあ、できますし、あるいはネットですね。インターネット、ネットを通して、知識が伝わっていく。まあ、ツイッターとかですね、ツイッターを知識と言っていいのかどうかもいいんでしょうね。とかですね、まあそういうもので、知識が伝わっていく。あるいは、まあ直接コミュニケーションですね。ということになると。要は何が言いたいかというと、図書館だろうが、ネットだろうが、人だろうが、真ん中に何が起こうがですね、結局知識の伝達、共有の行為としては、同じとして捉えることができる。つまり知識情報学っていうのは、一見図書館とネットとか、人とかっていうように全く一見様相としては違うものをですね、これを統一して、学問として体系化しようというのが、この知識情報学の、目指すところであるよということですね。知識情報学から見れば全て同じ構図として捉えることができる。なので皆さんはですね、図書館とかネットとか人とかコミュニケーションとか、それをいわば、統一した視点として、まあ、捉えていただきたいということですね。まあ、それがこの先ほど出した知識情報空間の意味です。で、我々知識情報図書館学院のカリキュラムは、今言った目的をいわばどういうふうにそのカリキュラムとして落とし込んで教えているかということになるわけです。でこの上の知識情報学のフレームが、まあ、1年生でオリエンテーションを、まあ、受けたばかりで、あとフレッシュマンセミナーとかで、まあ、その辺の説明をちょこっと受けたと思いますけども、そういうことを目指すために基礎科目、専門基礎科目、専門科目からなっていくということになります。まあ、オリエンテーションとかで多分聞いたような話ではあります。で、これがさらに、3年生、4年生になっていくと、まあ、主専攻に分かれていくということですね。特にこの専門科目が、
よりその専門的に、まあ、少し深掘りをしようということで、3つの主専攻に分かれる。知識科学主専攻、知識情報システム主専攻、情報資源主専攻。皆さんは2年生から3年生に上がるときに、この主専攻を選ぶことになります。さて、次です。記号の、まあ、有名なあの研究者としては、ソシュールの他にアメリカ人の、パースという人がいます。パースのファーストネームは何だっけ？何でしたっけ、アルさん。パースは、パースは何とか何とか。パースはパースじゃないんですか。何とか何とかパースです。パース、カーネル・サンダース・パースじゃなくて、なんかそんな。それフライドチキンですね。なんか高度な人工知能ですね、でもなんかね、カーネル・サンダースに似てますよ。ちょっとあの人工知能。チャールズ・サンダース・パース。惜しかったね。もう一度言ってください。チャールズ・サンダース・パースです。カーネルじゃなかったですね。チャールズ・サンダース・パースですか。はい。なるほど。という、まあ、アメリカのその記号学者がいるんですが、ソシュールと、まあ、似てるんですが、パースは、記号と表現とその対象の間に、解釈項というものを設けたんですね。ソシュールは表現と表現が指す意味内容という、まあ、二項関係で記号を捉えたんですけども、まあ、こんな感じですね。シニフィエとシニフィアンというふうに、この二つが一体となったものを記号として捉えたんですが、パースはですね、この記号と表現対象の間には、いろんなその関係があり得るだろうと、いろんな結びつきが、あり得るだろうということで、少しこう幅を持たせたということがまあ言えますね。まあ、それはそんなもんだと思っていただければいいと思うんですが、そうですね。Rさん、なんか、例思い浮かびますか？思いつきますか？記号、対象、解釈項。そう、対象と記号の間の、意味の結びつき方ですね。解釈項で、対象と記号表現は同じなんだけど、解釈だけが違う。あれですよ、Rさんの、好きなヘタリアとかを例にしてもいいですよ。ああ、なるほど。オタクでもいいですよ。オタクの人は、一般の人とオタクの人が、あ、これいいね。一般の人とオタクの人が、その解釈が違うとか。なんだろうな。まあでもそうですね。オタクの人で解釈が違うくなる。はい。なんだろうな。なんかいっぱいあると思うんですけど。そうですね。オタクの人といえば何ですかね。オタクは、例えば何かこう女の子を見たときに。あるいは何かアニメ作品を見たとき、何かこうキャラクターを見たとき、そうですね。まあなんか、これが正しいのか、例えば普通になんかアニメを見ていたとして、まあ、普通の人だったらなんか普通にアニメを見てなんかあこの子はこういうキャラで、で、この物語はこういうふうに進んでて、こういうアニメなんだなっていうふうに考えると思うんですけど、まあそのまま受け取ると思うんですけど、まあオタクであれば、その、なんだろう、その絵を見て、今日はダジャレさんが作画したんだなとか、なるほど。今日の脚本は誰々なんだなとか、あ、なるほど、こうなのかみたいな。この裏の意味を結びつけるわけですね。はいはいはい。とか、なるほどな、いいですね。まあそんな感じでこう対象と表現の間には、いろんな結びつきがまああり得るだろうということをまあ言ったわけです。そしてパースはですね、これ割とそのパースの話で面白いんですけども、さらに記号には種類があるということをパースは言ったんですね。でその3種類というのは、そこにあるようにアイコン、インデックス、シンボルですね。
まあ、アイコンはイコンと言ったりもしますが、アイコン、インデックス、シンボル。でまず、アイコンからいきますと、いや、シンボルの方がいいかな。シンボル、いやそうね、アイコンでいいか。アイコンというのはどういう種類の、記号かと言いますとですね、その、対象を模倣しているもの、つまり、形がほぼ似ているものですね。例えば肖像画であるとか、風刺画であるとかですね、縮尺モデルとかいうものは、アイコンに当たるということですね。じゃあ、R さんに任せてみましょうかね。じゃあ R さん。はい。私の顔をですね、ちょっと描いてみてください。はい、宇田先生をですか？はい。私の顔の似顔絵を描いてみてください。あ、はい。わかりました。白じゃ見えない。おお。よいしょ。なるほど。なるほど、なるほど。その調子です。よいしょ。これ、バーが持つんですか？いや、そんなに頑張らなくてもいいですよ、R さん。いいです。もうそれで結構です。はい。わかりました。これがですね、いわゆる、アイコンですね。じゃあ、もう一つの、3番目のですね、インデックスというのがあったと思うんですけども、一応もう一度、お見せした方がいいかな。アイコンと、それから3番目のシンボルについて先に説明します。シンボルというのは、記号表現と記号内容の関係は、学習しなければならない。まあ、これが一般的に、記号のイメージだと思います。さっき言った、標識であるとか、まあ、地図記号であるとか、数式っていうのは、そういうふうに、まあ、決めたから、社会的に、決めたから、その、内容と表現が、まあ、結びつくわけですね。だけども、アイコンの方は別に、その、社会的に結びつけているわけではなくて、その、そのものに似てるものをそこに書くというわけです。つまり、学習の必要がないということです。さっきの絵を見て、ああ、宇田先生だと思うかどうかは別として、まあ、思ったとしましょう。そうすると、ああ、あれは宇田先生だね、と思う。その違いを典型的にですね、書いてみましょう。上がですね、R さんが書いてくれた、記号のアイコンというものですが、私がシンボルをですね、やってみましょうね。これです。これが、シンボルですね。これはいわゆる私がなんか今でっち上げた、あれ ?S, Y, シンボル、シンボル。まあ、かなりちょっとわかりやすく書きすぎちゃったんですけども、まあ、僕のいわゆるサインですね。なので、ここにですね、概念として、まあ、概念としてじゃねえか。実体としては裏がいますね。私のことを思い浮かべてほしいんですが、実体としてのこの裏というものがいる中で、これを記号化したときに、この実体である裏と似たような形として記号化したのがアイコンであり、それをですね、これは裏というものなんですよというふうに、結びつき、社会的に学習しないと、わからないもの。
これが、まあ、シンボルと記号の種類として、これは区別すべきだろうというのが、まあ、パースの考えだということですね。もう一つ種類を、まあ、パースは言っていまして、これちょっとこう難しいのか、曖昧かもしれないんですが、インデックスというタイプの記号があって、これは記号表現は記号内容と物理的もしくは因果関係で結ばれている。ある種のまあ経験則で、分かるということですね。アイコンは 見れば分かる。シンボルは見ても分からん。学習しないと分からない。インデックスは、まあ、経験、そういう経験をしている人は、その記号の表現を見れば意味するところが分かるというものです。まあ、例えば、右からいきますかね。ドアのノック。コンコンと、なんかこう、ドアで音がしたとするならば、それは何を意味しているかというと、誰か来ましたというか、ここに人がいて、部屋に入りたいと思ってますよという内容を指し示すわけですね。あとはそうですね、足跡。足跡ですね。じゃあこれも、人工知能 R さんに書いてもらいましょう。足跡、じゃあ猫の足跡を書いてください。猫の足跡。はい。いきまーす。よいしょ。あれ、これ猫かな？あ、まあ、いいや。猫ってこんなでしたっけ？じゃあ、熊の、いや、人間の足跡を書いてください。人間。ちょっと色を変えて、人間の足跡を書いてください。はい、よいしょ、人間。この辺は消すか。R さんの名誉のために言っておくと、これがとにかく、この道具が描きにくいんですね。このマウスと申しましょうか、何かでこの絵を描くというのは相当難しいということは言っておきましょう。はい。はい。つまりこの足跡を見ると、あ、これは猫が通った跡だなという意味内容を示しているわけですね。で、このピンクの方の人間の足跡は、おっ、何か知らないけど何かあって裸足で逃げ出したんだなかどうか知らないけど、歩いた人間の足跡であるということがわかる。つまりこの足跡という記号の表現は、それぞれの、まあ、人間もしくは猫が歩いた跡という意味を、示すと、まあ、これは経験則でわかるわけですね。で、あとはまあ時計とか風緑とかっていうことを書いたと思うんですが、例えば、まあ、痛み、あ、これもいいですね。なんかこう、頭がちょっと、あるいは喉が、今ちょっとあまりこのご時世だからいい例じゃないか。まあいいや。喉が痛くなってきたというと、あ、これは風邪をひいたのではないか。という、まあ、記号ですね。経験的に、その、この表現というか、記号の表現は、風邪の前兆である。ということが、まあ、分かると。あるいは雷ですね。ピシャン、ドドン、バブーン、ブイーンっていうこの雷はですね、まあ、嵐の前触れとか、まあ、嵐そのものを指し示すと。あるいはこう夏だったら、入道雲が、うにゃうにゃうにゃっとこう空の向こうにですね、やると、おもうすぐこれは夕立が来るね、みたいなことの前兆として分かる。つまり経験的に、あるいは物理的な因果関係で結ばれているものを、まあ、パースはですね、インデックスと名付けたということですね。まあ、このインデックスは、アイコンとシンボルの、まあ、中間的なものと言えないこともないので、例えばですよ。例えばですが、まあ、僕もうろ覚えなんですが、
地図記号で、こんな地図記号あったかな。これは地図記号で言うと何ですか、R さん。何だったかな、畑、そう、ね、林、畑か。畑、田んぼは何だっけ。田んぼはこうだったんじゃないですかね。そうそう。かぶったんですけど。いわば、アイコン的なシンボルでもあるし、インデックス的なシンボルとも言えるわけですよね。つまり、田んぼというのは、まあ、こういうふうにこう、見えるますよね。なんかこう、稲穂がこう、なんかあってですね。いうように、こう、そのものを模倣しつつも、まあ、やっぱりこう、社会的な、まあ、学習によって、契約によって記号となり得るみたいなことで、ちょっと曖昧な記号もあるということは、まあ、ご留意ください。4時半までか。じゃあ次行きます。はい。皆さんこんにちは。知識情報概論の第4回でございます。あれから1週間が経ちましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回はですね、まあ、テキストとお話をしたんですが、今日はまあドキュメントということですね。テキストについてまた軽くちょっと言っておくと、テキストはまあ記号のシステムであるということですね。でテキストはまあ外テキストか内テキストかということで、一見するとそのテキストというとその外形的なことを指すんですけど、まあ、実際は我々の中にはその意味も一緒にまあ入ってくるということをまあ話をしたと。でその意味が示すのは、著者側の意味、著者中心の意味なのか、読者中心の意味なのか、まあ、テキスト中心の意味なのかということで、どこに、まあ、重点を置いた意味が、まあ、テキストを介して伝わっているのかというのを話をした後に、テキストは、まあ、独立して存在するわけではなくて、複数ですね、関連しながら、まあ、テキスト空間を構成しているという話です。なので我々は、まあ、読むという、まあ、読むことだけではないですけど、読んだり聞いたり、まあ、見たり、まあ、見るのと、まあ、見たりですね、することによって、どんどんその頭の中に、テキストが入ってきて、頭の中にはもうテキストがいろんな形で関連して、入ってくるということですね。まあ、だからこそ同じテキストを読んだとしても、人によってその理解の仕方とか、そのテキスト、同じテキストを読んだとしても、そのテキストを読むことによって、そのテキストが我々の頭の中の知識にどういう影響を与えるかは、一人一人違うっていうことになるわけですね。さて、今日はですね、テキストの次、ドキュメントです。まあ、テキストとドキュメントの違いを、まあ、意識しつつ、ドキュメントを、まあ、聞いてほしいということですね。で、ドキュメントというのは、テキストよりもよりその物理的な方の意味合いが強い話です。もちろんそのドキュメントの定義は、まあ、そこの2番目のところに書いてある通り、知識情報概論では広い意味で、知識が表現されたテキストの記録物という意味で用いると書いてあるように、まあ、テキストが記録されている、もの、つまり、まあ、言い換えるとメディアですね、テキストが記録されているメディアのことをいわば、まあ、ドキュメントというふうに呼ぼうということです。で、ドキュメントという言葉は、まあ、いろんなその多義語がありまして、文献と言ったりとか、資料って言ったりとか、証拠とか記録とかいうように、似たような言葉が、まあ、たくさんあります。図書館情報学でも、その文献といったり、資料といったり、記録といったり、あるいはまあドキュメントといったりしますね。まあ、記録というと、図書館情報学というよりはどちらかというと、アーカイブス学のまあニュアンスが強くなっていきますね。図書館情報学、図書館においては、文献と資料という言葉がまあ両方使うと思います。
ただ、まあ、文献と資料の違いも、まあ、微妙に違っていて、例えば、言葉遣いとしては、図書館資料という言葉はあるんですけど、図書館文献という言葉は、まあ、ないですね。だからやっぱりそういう意味では、その文献と資料の、まあ、違いというものは多分あるだろうなと思います。で、まあ、簡単に言っておくと、資料というのは、それぞれの図書館が持っている、まさしくその個々のものを、まあ、資料と指すことが多いですね。で、文献というのは、どちらかというと少し抽象的な、概念でありまして、例えば、なんでしょうね、コロナ、新型コロナに関する文献とかですね、あるいは、織田信長に関する文献とかいう言い方をしますね。あるいは、落合陽一が書いた論文、前の文献とも言うと。もちろん、その資料という言葉で代替する文脈もあります。新型コロナに関する資料とか、織田信長に関する資料といったりもするんですけども、まあ、ほとんど同じ意味で使われるということもありますけども、まあ、文献といった場合には、なんでしょうね、その論理的な意味で、そのドキュメントを指すことが多くて、資料といった場合には、まさしくそのもの、そのものということが、まあ、言えるわけですね。例えば、前回紹介したかな、図書館情報学を学ぶ人のためにという、まあ、本が一冊あるとして、図書館情報学を学ぶ人のためにっていうのは、まあ、論理的な存在としては文献として捉えられるんだけど、図書館情報学を学ぶ人のためにという図書は、どのくらい刷ったかな、忘れちゃったけど、まあ、例えば500部刷ったとして、その500部が、例えば、図書館に一つ一つ入るとか、あるいは皆さんが一冊一冊買って買うとかですね。そうすると、皆さんが持ってる一冊一冊は資料なんですけども、図書館情報学を学ぶ人のためにという、まあ、ものは、まあ、文献として捉えるっていうのが、まあ、図書館情報学的な意味合いで、区別することはあります。ただ、ほとんどなんていうか、なんとなくで、言葉遣いとはしますが、あえて、文献と資料を区別するというならば、まあ、そういう意味合いがあるよということです。まあ、なので、知識情報学ではというか、まあ、ここの授業では、まあ、文献と資料というと、非常にその図書館情報学的な、用語というか、言葉遣いなので、あえて使わずに、ドキュメントという、まあ、カタカナの言葉をここでは採用します。なので、ドキュメントといった場合には、まあ、資料的な意味合いがほとんどですけども、まあ、文献という意味合いで使うこともあるので、まあ、そこはやや曖昧なまま、いきたいと思います。まあ、いずれにしろ、知識が表現されたテキストの記録物、メディアですね。メディアが、まあ、あると。テキストといったときには、別に前回お話しした通り、ほとんどメディアは全然意識して、話をしませんでしたよね。それがどんなメディアに記録されてようが、まあ、テキストはテキストであるというような、視点でお話をしたんですけども、今日のドキュメントの話というのは、同じテキストだとしても、そのテキストがどういうふうなメディアに、保存されるかによって、これまた、まあ、扱いが違ってくるだろう、ということと、まあ、そのメディアであることの特性ですね。つまり、より、物理性が強くなるわけですね。メディアを意識するということは。その物理的なことを意識することによって、その物理的な、その、こと、物理的なことであることの性質を、説明します。で、そのことがまたさらに、ある種のテキストの、まあ、内テキストとしての意味にも影響を及ぼすという、まあ、やや複雑な構造を持っているということですね。まあ、その辺は逆に面白いところでもあるんですけども。ポール・オトレさんの定義。ポール・オトレっていうのは図書館情報学でとても有名な、学者というか研究者なんですけども、まあ、ポール・オトレさんは、ドキュメントというものを、そこに書いてあるように捉えています。
概念やものを表した画像や書かれた記録、それを観察することによって何かの情報が得られる場合のものを、ポール・オトレさんはドキュメントというふうに呼んでいます。ついでにテッド・ネルソンというのはハイパーテキストとか、まあ、ウェブの原型となった、ことを、まあ、考えた人ですけど、まあ、テッド・ネルソンは文献とは関連し合った著作物のシステムであるというような、まあ、捉え方をしています。まあ、そういうわけでドキュメントは、まあ、定義次第で少し意味合いが違うんですけども、まあまあ、言いたいことは大体共通していると思います。まあ、そのメディアに何らかの内容が記録されているもの、ですね、それを、まあ、ドキュメントと呼ぼうということです。で、ポール・オトレさんの定義はなかなかこれはですね、観察することによって何かの情報が得られる場合のものということでありましてですね、これについては一言ちょっと説明しておきましょうか。共有、ホワイトボード。今日もですね、元気に人工知能のさんが、3人ほどおりまして、ゆうさん、R さん、生まれたての人工知能ということになっております。今日はですね、じゃあ、M さんに、やっていただきたいと思うんですけど、M さん、まずはその、いわゆる一つの像を描いてください。像？はい、像のイラストを描いてください。象。左の、左半分の真ん中あたりに、なんか象っぽいのを書いてください。左半分の真ん中に象。象。パオン。あ、パオン。パオンで合ってますか？パオンです。あ、かしこまりました。よいしょ。いいですね。うまい。うん、上手。おお。なるほど。完成ですか？とりあえずは。もう少し書き込みますか？あ、どうぞ。完成です。そうですか。じゃあ私も一つ、像を描いてみましょうか。え？ちょっと失敗しましたね。あれ？なんか変な風になった。あ、こっちか。ゾウです。どっちが前かもわからない。これが象です。やめときましょう。それですね、まあ、ポール・オトレさんの、の言いたいんですが、あ、そういえばこれもしや、選択して、これもしかしてコピーできるんじゃない？コピーってどうするの？コントロール C でいいのかな？ああ、違う。選択。コントロール C、コントロール V。あ、ダメみたい。なんかできそうな気配だろうな。ね、選べるんだったらコピーできそうなもんだが。そうですね。違う。間違えちゃった。ちょっ
端、プロ消しゴム元に結び直し消去。なんかできないのか、選択するだけなのか。あ、移動することはできるってことか。なるほど。なるほど、そうですね。選択。あれ？あれ？なんだなんだ、何が起きちゃったんだ。こうして、こうか。おーおー、動いた動いた。パオーン。パオーン。これはですね、これちょうどいいや。ここはですね、まあ、インド像かアフリカ像か分かりませんが、まあ、アフリカにしておきますか。このようにですね、ゾウさんがアフリカの大地をパオン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 とこう動いてるとしますね。はい。そして、これやっぱりコピーしたいなぁ。コピーできないのかな。仕方がありません。もう一頭書いてください。はい。ほぼ同じ感じで書いてください。おお、難しいことを言いますね。いやでも私人工知能だからな、いけるな。強人工知能。すごい。なので。何を言い聞かしてるんだ。なるほど。全然違くなっちゃいました。いや、まあその辺は、はい。おいおい。おいおい。おいおい。なるほど、なるほど。そういうことか。これがいいな。こんな感じで。よし、こちらも準備ができました。何の準備だって感じではありますか。おっと、かわいい。人工知能がまた暴走している。できました。できましたか。はい。わかりました。ポール・オトレさんが言ってる観察することによってある情報が得られるものがドキュメントであるという説明を今しようとしています。で、左側はですね、元気にアフリカの大地を、走るゾウさんですが、これをですね、私がですね、2秒か3秒ぐらいでドキュメントとしてのゾウに変えてしまいます。では行きます。はい。ゾウの輪切り。こうなって。ああ、なるほど。ああ。理解しました。つまり、これは動物園のゾウです。ちょっと檻が破れてますけどね。檻が出てきちゃうかもしれない。つまりですね、左側のは、ドキュメントではないんですね。右側の動物園に、置くことによって、これはゾウさんを、まあ、観察する対象にあったわけです。そうすると、これはポール・オトレさんの定義によると、このゾウはドキュメントとして捉えて差し支えないということなんですね。博物館とか動物園とか水族館とか、ああいうものも、ドキュメントであるというので、ポール・オトレさんの定義はなかなかドキュメントというものをですね、非常にこう広くというか面白く捉えるというので、なかなかさすがポール・オトレさんね、面白い定義するんですよ。ドキュメント、特に図書館で扱うドキュメントというと、つい、まあ本とか、ああいう文字で書かれたものを思い浮かべるんですけど、まあ図書館情報学的な対象としては、まあポール・オトレさん的には、ドキュメントというのはもう少し広い概念だろうということを言っています。あれ？緑の像がいつの間にかいなくなってしまった。あ、いた。あれ？どういうことですか？コピーできたってこと？いやいやいや、消して元に戻しただけです。あ、そうか。
というのが、ポール・オトレさんの、まあ、いうドキュメントでした。さて、また元に戻しましてと。というわけで、このポール・オトレさんのドキュメントの定義はなかなか面白いよっていう話です。で、ドキュメントの構成ということで、さっき言ったように、そのドキュメントというのが、あの観察する対象、あるいはメディアとしての、メディアに、まあ、記録された、まあ、テキストということですね。まあ、あえて言うなら、そのさっきのゾウさんも、まあ、ある種の記号として、捉えるということで、まあ、テキスト扱い的な意味なのかなという気もしますが、まあ、その辺は考え始めるとなかなか眠れなくなるので置いといて、ドキュメントはそれぞれの目的に適合した、まあ、構成、要素とその関係構造を持つと。ドキュメントはそれぞれの目的にできる。あれ、これも同じじゃん。1と丸1と丸2が同じに見えますね。まあ、内容構成、レイアウト構造、データ構造ということですね。なんかドキュメントの構成としては、まずはまあレイアウト、それから、それぞれのデータの構造というものが、ドキュメント、テキストにはない、ドキュメントの性質ということが言えます。で3番目は、これは、テキストとまあ似てるんですけども、テキスト空間というものが、まあ、構成されるのと同じような意味で、ドキュメント空間ということも、まあ、構成することができます。まあ、それはもう少し、後半で話をするとして、まずはこのドキュメントの構成及び、レイアウトとか構造とかっていうような、まあ、話ですね。そして、毎年やっているこの例ですが、果たしてこのオンライン授業でその面白さが伝わるのかどうか。これはやっぱりね、僕の素晴らしい、そうか。これもホワイトボードで無理やりやればいいのか。よし。皆さん高校を卒業したときに卒業証書というのをまあもらったと思うんですけども、なので大体皆さん、卒業証書がどういうものか知ってますね。で卒業証書は卒業証書としてのレイアウトと、データ構造が整っており、そこに卒業を証明する、テキストが存在することによって卒業証書として有効になる。すなわち、形式が内容とともに文献の機能を保証しているということですね。まあ、なんのこっちゃということでしょうけど、まあ、例を示せば、これまた一発で理解できます。再びホワイトボードに行きまして。さよなら、ゾウさん。さよなら。さよなら。こんにちは、ゾウさん。え一瞬で戻ってきた。さよなら、ゾウさん。それでですね、卒業証書というと、まあ、これやっぱり結構大変だな。これ縦書きってできるのかな。卒業証書。これ縦にできるのかな。縦書きはできないね。さすがにそこまでの機能はないね。仕方ありません。あれ？これ消すのどうするの？消しゴムで消えます。あ、そっか。じゃあ仕方ありません。頑張るか。こうで。卒業証書というとですね、まあ、ここにまず卒業証書というのが、ありまして、卒業証書と。だんだんめんどくさくなってきたので、皆さん適当にお題でください。で、ここに、あ、そうですね、その通りです。名前がありまして、で、右のもの、右のもの、みんなで頑張って、共同作業だ。右のもの、右のもの、卒業証書、右のもの、なんとかの過程を終了したので、卒業したとみなしますと書いてあると。そして、なんとか高校、なんとか学校長、学校長、ウッピー。そして、学校長の、まあ、学校の印鑑が押されるといいですね。そしてこの辺に、
令和、2年、なんとか。あ、いいですね。デコレーションも登場しました。まあ、こんな感じで、卒業証書というのは、まあ、構成されているわけですね。しかしです、皆さん。じゃあ、例えば、これが、こんな卒業証書だったらどうでしょうか？せっかく書いたんですけど。やばいな。えい。じゃあ、皆さん、私がやりたいことはわかりますね。この、自由レイアウトで卒業証書を作ります。つまり、内容としては同じです。内容としては同じ。さっきと内容としては、要素としては同じですが、レイアウトをもう適当にしてください。右のもの、そうすると、はい、OK ですね。まあ、これですね、おそらくさっき、書いた卒業証書と、まあ、内容は同じです。つまり、これはテキストとしてはさっきと同じものなんですよ。まあ、外テキストのレイアウトだけが違うだけですが、内テキストとしては、つまり同じものなんですね。つまり内テキスト、意味的に同じものであれば、卒業証書としてこれでいいじゃん。と、テキスト的な立場で言えば、主張することができるんですが、ドキュメント的立場で言うと、まあ、完全にアウトですね。まあ、この卒業証書をですね、ある高校で配ったら多分、卒業式で暴動が起きると思いますね。うわー、卒業生は結構面白がるかもしれませんが、少なくともその親御さんはですね、その高校を訴えるでしょうね。ふざけんな。うちの息子やうちの息子のその卒業証書を、こんなデタラメな、レイアウトの卒業証書でいいのか、この野郎と。しかしですね、校長も頑張ります。何言ってるんですかと。ここにほら、ちゃんと印鑑をしてるじゃないですかと。これは正式な高校の印鑑ですと。そして、お子様の名前もここにあるじゃないですか。そしてちゃんと、家庭を称しますと。なんと日付だってバッチリ入ってますと。何が問題ですかと。ちゃんとこの、内容は盛り込んでございます。唯一違うのは、ちょっとレイアウトが個性的なだけですと。そんなに文句しないですね。これがドキュメントとテキストの違いなんです。つまり、ドキュメントというのは、ある種のその構造というか、書式というか、フォーマットがまあ非常に重要な意味を持つということなんですね。どうですか、ゆうさん。はい、ゆうさんの娘さんがこんな卒業証書をもらってきたら、ゆうさんとしてはやっぱり研究者の端くれですから、そうですね、個性的なので、なんか私は許しちゃう気がしますけど。さすがですね。本人が許さないかもしれません。あ、確かに。そうです。メディア、これがやっぱりですね、そのメディアであることの、まあ、意味なんですね。で、世の中、やっぱりこのメディアというか、この書式というか構造というのが、まあ、非常にこう、強い制約を持ってるんですよね。いろんなところで、とにかくこう、ドキュメントのその構造というものが、まあ、決まっているわけですね。例えば、まあ、お手紙なんかも、まあ、郵便局、お手紙、まあ、中身はいろいろあるとしても、まあ、中身もそれなりに構造が決まってますね。まあ、封筒でもいいし、はがきでもいいんだけど、まあ、郵便番号をこう書く欄がありまして、で、まず住所書いて、で、
何々様って書いて、まあ、裏に自分の宛名を書く場合もあるし、ここの表に書くんならここに差出人の名前を書くと。あ、そうですね。素晴らしい。えらい。そうですね。切手を貼ると。今いくらですか、切手。今82円ですね。82円。というように、まあ、貼るわけですね。これもやっぱりドキュメントであることの一つの、決まり事ですね。あとは皆さんの大嫌いな、大学に出す書類ですね。まあ、入学するときにいろんな書類書かされたと思うんですけども、まあ、あれも全部こう書式が決まってたりするわけですね。で、割と学生さんはこの書式が、に対する認識がちょっと薄かったりするんですが、やっぱ大人の社会になると、書式というのはまあ非常に、重要な意味を持ちます。さあ、テキストとドキュメントの違いは多分、理解していただいたと思いますので、まあ、もう一度読むと、ドキュメントを卒業証書は卒業証書としてのレイアウトとデータ構造が整っており、そこに卒業証明するテキストが存在することによって卒業証書として有効になる。すなわち形式が内容とともに文献の機能を保障していると。で、これもさっきのコードという意味で言うならば、もう明らかに社会的なコードであるということがまあ言えるわけですね。一応ですね、スライド用に作ってはあります。こんな感じですね。それがこんな風になると、なかなかいいよね、みたいな。まあ、こっちの方が個性的でいいような気もしますけどね。